お、60だな。出る出る出る。はい、こんばんは、村岡正則です。今回の動画はランカーシーバスを狙いに来た動画です。で、今回のゲストはですね、もう今やときめく大人気ルアーを作ったタゲロウの生みの親ですね、皆さんご存知だと思いますが、久保田義之さんをお招きしてランカーシーバスを狙ってみようかと思います。で、前回前々回とですね、レジェンドが続いて、今回もある意味レジェンドなんですけど、もう現役バリバリのレジェンドということで、今回はね、ランカーシーバス釣るまで帰れまってんぐらいな勢いでやってみたいなと思ってますんで、ちょっと俺も本気で、いや前回も本気だったけど、今回も本気で楽しみたいなと思います。はい、久保田義之さんです。ようこそ東京湾。はい、お邪魔します。東京湾、そうですね、まあでも先月の終わりに、まあ撮影でボートシーバスやりましたから、まあそこまで久しぶりじゃないですか。久保田さんといえばね、メガバスのもうカゲロウのね、そうですね、今や俺もこの間なんとか自力で1本買って、あとなんか業界的な圧力でなんとか2本買ったりして必死に手に入れておりますが、ありがとうございます、まあ、自分自身はね、今年の春かな、メガバスさんを20何年契約続いてたんですけど、はいはい、辞めることになりまして。あ、そうだったんですね。なるほど。だから、まあ、この帽子ができた瞬間からね、自分をかぶって、まあ、メガバスのね、でも僕の中であれですよ、まだいまだに村岡さん作って勝った一軍ですよ、うんうん、平鈴木釣りの時には必ずあれがやっぱないとこの間 X80 マグナム、はい、ダーって入ってて、あ、入荷したんだっつって、で、あ、このから俺が考えたやつであるんですが、まだパッケージに俺の名前入ってて、あ、よかったですよ。まあまあまあいいかなみたいな感じででもね、そんな感じでメガバスのね、カゲロウの生まれた経緯とか、まあ、そもそも久保田さんってじゃあなんでねプロなんだろう、まあ、突然業界的にはなんか人が固まりがちのトッププロ勢の中でドワーって後から入ってきた感があるじゃないですか。そうですね、だからそれがなんでどういう経緯でそうなったのかとか、そんな話をしながらなんかを狙うと、両方釣りましょう、お互い釣りましょう、はい、ね、頑張ります。目標に頑張りたいと思います。はい、じゃあ早速釣りましょうか。はい、じゃあ早速やりましょう、はい、メガドックですね。メガドックからいきます。でかいショー、これも大人気でね。そうですね、これももう今や入手困難ルアーでこの城パターンの時にやっぱでかいものでアピールして際立たせるっていう、本当にもうマッチザベイトの逆を行くような、そういうようなルアーの使い方の代表作ですよね。これね、でかいシーバスが水面出てくるの。じゃあ俺も明るい間はトップで、じゃあガチペンで行ってみたいと思います。ガチペン160、船の下も投げた先もこの城だらけ、見える限りこの城だらけなんで、この城多すぎて、ちょっと何グラム？メガドックは130グラムとかでしたっけGT ペンシル、これ取材で1日放ってたんですけど、手首壊れますからね。ああ、みんな壊すっていうね、検証になったって、うん、でもやっぱこの重さの水押しっていうのがまた楽しいんだろうなとは思いますけどね。出るからね。これ1個今正規の価格だと3500円とかなんですけど、うん、もう今プレミアム価格で5000円は下らないですよね。ちょっとした資産これは、メガドックの180ですね。180ダウンサイジングじゃないと、人数が乗ってて近い距離だと事故がね、この城にかかった、着水してこの城にかかったくさ、最初の1匹目がまさかこいつとは、口に食ってるみたいだしこの城です。こいつがいっぱいいて、こいつを狙ってるランカーシバスを僕たちは狙ってます。あ、ごめん落ちちゃった。でかければでかい方が僕はいいと思ってます。同じく、もう投げられる限界があるからね、うん、さっきのはギリギリじゃないかな、なんかあれ以上大きいともう飛ばなかったり、 それこそあの古山さんとかが使ってますけど、ザウルスの時はもっとでかいになりましたよね、ウッドで持って持ち運びがねそう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 、針も合わないし、1個8000円とかしてたもんな。うん、そういうとこもある、うん、特にボートは魚に近づいていけるから、うん、大きさのメリットが行きやすいよね。おかっぱりだと届いてなんぼってとこはね、そうですね、どうしても届いた中でなるべく大きいのっていう時は多いけど、わあ、いい夕日だね今日は。もう沈んだ、もう沈んだ沈みましたね。俺村岡さんとの最初の飲み会の時に迷子になって、どこにいますかって言われて、西に進んでください、太陽が沈んだから西がわからないですって言ったら大笑いされたんですよね地図弱い人よね。地図当時でもあれですよ、まだスマホで Google マップ見ながらとかっていうのがまだなかったですよ、
そうで東京なんかほとんど行かないから飲み屋さん探して最初は五平さんでの飲み会一番最初の時が、うん、あの京橋駅徒歩3分っていう居酒屋 で、うんうん、で京橋駅目指すために東京駅行っちゃったらゆりかもめは新橋からだって言われて新橋戻って、うんうん、で探して歩いてたら東京駅に歩いて戻っちゃってでも新橋スタートじゃないと分かんないんでもう一回新橋行ってっつってで電話かけたら工藤さんが迎えに来てくれたんですよなるほどねじゃあおなんかオフィシャルの何かのイベントの飲み会というよりは中町の釣り親父のあの飲み会につながりある人いっぱいいたもんねそうですね澤田さんとか、うんうん、久保田さん呼ぼうよっつって、はい、今何歳なんですか今44になりました44俺ね5つ下かでメガバスと契約したのは2016年で17年にカゲロ発売ですねなるほどね5年目ですもともと子供の頃からずっと釣りはやってたのそうですね3歳ぐらいにやっぱあの最初缶釣りみたいなところ、うんうん、マス釣り場でから始まって、うん、そしたらもうハマっちゃって、うん、親族誰も釣りやんないんで一、うん、人でいいようになったのが10歳ですかうんうん、小4小5か小5ですねそっからはもうずっとです地元の川そうですね最初海行ってあ海でえ湘南湘南です大磯の砂浜とか入ってた茅ヶ崎漁港が当時釣り OK だったんで行って、うんうん、友達と釣り行こうぜって僕天候が多かったんで、で5年生で茅ヶ崎引っ越してきて、うんうんうん、最初の週末に、うん、とりあえず最初釣り やってみたいだのやるだのって言ってた子を、うん、じゃあ行こうっつって誘って、うん、待ち合わせ朝3時にしたんですよ正午で、うん、正午でそしたらもう来なかった携帯もない時代に無理があるなよくだから釣りやらないうちの親がその時間帯に外出を許可してくれたなとは思いますけどねいい時代だよねでもね、うん、みんなそうだったよねでもそれでじゃあもうずっとずっとやってんだずっとですねだから最初投げ釣りから始まってバスやってシーバスやってで俺が久保田さんを認識したのはやっぱあのフィーモの凄腕の時かなあもう僕もそうですよね三つどもえのあれが俺も勝ちに行った月だったからもう体ボロボロになって1ヶ月間やりきったけどそれまで神奈川の地元では名前が通ってたけど関東地区レベルになったのはやっぱあの凄腕からですよね、うんうん、フィーモってウェブサイトの当時は月間トーナメントだったね、そうでしたねで1ヶ月間で3本のスズキの総前兆を競うっていうんで、うん、そうそうそうもう270超えないと勝てないみたいな90センチ3本だからもう死ぬ気であちこち回ってねで俺11月29日にね91センチ釣れば俺が勝つって状況の中で多分それぐらいあったそれと同じぐらいかそれ以上あったやつをもうねバテてプカーって浮いてさあどうやって掴もうかなって思ったらラムタラだったんだけどブランコのようにスーって外れたのでしばらく魚横たわってで掴みに行ったんだけど、うん、残念ながらなるほどあのかすめるように俺の右手か左手をちょっと背びれで傷つけて帰っていったけどそう最終日だったんですよね、うん、で最終日で3位につけてたのが逆転でいやーすげえなーいやもうあの日の兆候は今でも覚えてますよでもね相模川でメーターオーバーを100すごいでかいの取ったよね 110ですね 110cm あれも話題になったよねそうあれね凄腕を一旦やっぱ離れて、うん、やっぱ凄腕ってどうしてもアベレージで80をまず揃えなくちゃいけないから80センチを追う釣りになっちゃうんだけど、うんうん、それ繰り返してると多分もっとでかいサイズを追う釣りっていうのが自分の中でできないだろうなっていうので一旦こう凄腕から離れて、うんうん、結果がちょっと運よくついてきたって感じで、で1本だったらさまああるじゃんそうなんですよねで釣った人は何だって言えるからさ、うん、っていうとこを2年後ぐらいにまた出したじゃんその年ですよその直後その直後かメーター10釣ってでやっぱメーターはずっと意識してて今思うとねちょっと高飛車な言い方かもしれないけどなんとなくやっぱメーターの追い方は覚えたんで、で間違ってないのが分かったんでソルストに取材に来てもらったんですよ後日の取材でその時に今年の秋多分2匹目取れるって言ってその秋にもう1匹2匹目でございますあおめでとうございますこうやって釣るんですよ久保田さんそれカウントされランカーランカーって言ってた人がそれカウントするんだ鈴木とは言ってないからそっかやっぱプロの世界厳しいな
すげえなこの城。でもねそのやっぱ2本目でね俺もあこの人絶対本物だと思ってかなり関心持ってブログのお気に入り登録みたいな入れてそれ以降ね久保田さんのブログは全部読んでたんだよね。でも相模川は俺ミラクルワークスの増田さんとちょっとやったりしたことあるぐらいだけど、うん、ポイントも乏しいじゃないこう。そうですね。でね東京湾のようなさ荒川とかキュエドみたいな、うん、人がいっぱい入れるようなさみんなが並んでやるようなとこもあんまりないじゃないじゃない。そうですね。そうただやっぱその地形変化にもやっぱ乏しいんですよね相模湾って、うんうんうん、ただ海図で見ると相模川の沖合と大磯だけが海溝みたいのがすごい近くまで来てて、うんうん、沖合2キロ行かないうちにも水深400メートルまで唯一その辺が行って、うんうん、多分なんかそれがメーターを読み解く地形なんだろうなっていうところで、なんでなんでそれどういうこと。やっぱこう普段から沿岸にメーターが寄ってたらもうちょい数釣れてると思うんですよね、うんうん、メーターって。で漁師さんとかとやっぱ話すると、うん、魚探には移るとか、うん、90後半とかそういうのが結構沖合で定置に入るとかメーターは、うんうん、いうの聞いててやっぱ普段はちょっと沖にいるのかなっていうところから何らかのタイミングで入ってくると。そうで結局それだとは地元でもう釣りやってて昔メーター釣ったことがあるとか釣れたとか、うん、なんかそういうの全部ノートに書いていくともうすごい日付の偏りがあるんで、うんうん、もうそういう時にそういうところを寄ってくるんだろうし、うん、その開口説もやっぱそこが一番大物が多いんですよね、うんうん、出るのがヒラメが一時期メーターオーバー釣ってすごいこう大騒ぎになったのもやっぱ多い人ですし、まあ、へーすごいさすが。まあでもその探求心とかねブログでもさしてたんで。そうまあねサラリーマンやりながらなんで、うん、仕事中でも妄想でね現実のそういう推理っていうのは楽しめるんでね、うんうん、でプロ志望みたいなのは、まあ、テスターもやってたからあったんだよね多少は。そうっす、まあ、戦場にそうです、ね、じゃないにしろ、うん、まあ、何かしらちょっとやってみたいなの憧れはあって、うんうん、最初ザウルスさんと最初ねズイールなんですよ。あズイールさんついてた、うん、そう柏木さんと出会ってなんか初めて飲んだ時そう最初の頃ログで柏木さんがよく出てきたもんね。そうなんです。今でも僕はあの師匠と呼んでるんですけども、うんうんうん、そうで柏木さん通して、うん、ザウルスのノリさんがまだご存命の時に、うん、ザウルスともつながりができて、うん、でザウルスがロット作る時に久保田さんちょっとやりませんかっていうことで、なるほど、ザウルスでロット作らせてもらいますって言ってザウルステスターになったんです。うーんロットザウルス、まあ、ジールのルアーじゃシーバスはそうでズイールももう柏木さんが思うようになかなか動けないっていうことで、うんうん、ズイールジャパンになってた時だったんで、うんうんうん、そう、それでザウルスでよくしてもらいなって言って送り出してくれたんで、ね、そうだからブラックバスやってた人から、うん、ああようやく1匹目のこの城ですよあバレた残念この城が多すぎて手に負えないぐらいいるな。やっぱでっかくしないとダメかなるわ。私は音と波紋作戦ゼッパーでいきます。ゼッパーでそれで何年かやってて、そうでジップベイツがジップさんがついたよね。あ AD がさっきついたんですね。アングラーズデザイン、アングラーズデザイン、まあ、でも AD はできて すぐちょっとしてからか1年2年ぐらいしてから追いかけてもらって、うん、で AD からジップベイツどうって言われてジップベイツに行きっていう感じですね。ただ本当にありがたいのは村岡さんとはその凄腕やってから、うんうん、普通雑誌ってやっぱスポンサーが広告出してみたいな流れがやっぱあるじゃないですか、うんうん、それでもずっとソルストが面白い人が湘南にいるっていうことでやってくれてたんでメーカーがうんぬんよりも先に雑誌に出ることができて、うんうん、ちょうどソルストがやっぱりどうしてもメーカーのさ提灯記事ばっかりじゃ面白くないっつって、うんまあ、雑誌離れも深刻だったじゃない、はい、だからその一つの理由がまあ仮説としてだけど地元のそういうねちゃんとした毎日のように釣れてる人光当ててこうよっつって斎藤くんか。そうですね。やっててちょうどだからそこでピックアップしてもらったのが工藤さんと僕ですよね。だよね。まあプロ契約はしてるんだけどなんだろうな、まあ、なんとも言えないよねそこはね。じゃあそれとねその当時トップ勢表紙飾ってた勢と何が違うのって言ったら別に何も変わんないんだけどさ、はいはい、いやでもやっぱり全然やっぱ違うっちゃ違いますよねその扱いっていうのかな。あの工藤さんそうだから工藤さん僕あとあの東京一目立たないですから前田さんあの辺がね同級生なんですよ。あの工藤さんって面白い表現だあの前田さんもです。東京湾で一番控えめな
プロなのに控えます。工藤さんの方がいくつ上だろうな。前田さんとは同い年なんですよ。メディア、あとメーカーがなんかついてどうこうっていうのもやっぱフィーも始まってからなんで、やっぱフィーもありきの、だからフィーモの本当初代フィーモから排出されてってるテスター陣っていうのが僕らじゃないかなとは思うんですよね。一回村岡さんにたまたま競り勝っただけで雑誌にも出れるようになったから、わあやっぱ村岡さんってすげえんだなと思って。俺がすごいんだよ、競り勝った久保田さんがすごい。いやいや、で当時スゴーで始まった時にやっぱ東京ワンオクがもうずっと優勝者が出ちゃうんじゃねえかって言われてたんですよ、うんうん、スゴーで始まる前から。で蓋開けてみたら全然そんなことなくて、全国にあるすごい釣り場とか釣り人に光が当たったよね、すごいね。そうですね、なんか全然出ない。一昨日めちゃくちゃ出たのに。トップでですか？トップでも八丈場も2本出たのに、嫌な予感がしてきたよ。でもね、メガバスそれで2016年か久保田さんが入るんだけど、はい、メガバスはねやっぱ俺はすごい久保田さんが入って活躍してくれたことですごい俺助かったので、なんでかっていうとこれどこでも話したことないんだけど、うん、俺メガバスから始まったんだよね、俺のキャリアって、はいはい、もう無名の若者いきなりメガバスがさ拾ってくれて、うん、でメガバスで、まあ、いきなり次の年にソルとガンガンやるって言うんで80とマーで出させてもらって、うん、でそれがまあどっちも大ヒットルアーなんてさ、なんか一躍こう第一線トッププロの、ね、仲間にさせてくれる中で、ある時でもメガバスは当初ね伊藤さんはねソルとやんないって言ってたの、竿とか、ね、あくまでブラックバスのルアーのソルトウォーターバージョン、うん、でそこのチューニングを村岡くんがやってくれてって話で、うん、でその俺がドーンと有名になった後、うん、アピアさんがさ、はいはい、声かけてくれたんだよね。あ、でアピア、うん、その頃からなんですね。その後だね、うん、で、まあ、当然シーバスロットじゃない、はい、なんかそういう中で、で、まあ、当然筋としてメガバスさんにお伺いを立てるじゃん、はい、そしたらまあ 4,5 年はやらないから大丈夫だけど、もしやるってなったら、うん、ちょっとその時はメガバスでも、うん、てかメガバスでお願いしますって言うんで、アピアさんにそういう条件でいいならいいですよって言ったら、うん、じゃあそれでお願いしますってなったんだよね。でネオンナイトの開発が始まって、で、まあ、シーバス史上一番未だに売れたソードと思うんだけど、もうめちゃくちゃ売れた竿をね、その2年後ぐらいに発売することなの、うん、その発売した直後かのフィッシングショーで伊藤さんが、うん、あでその時にそのメガバスさんと話してたね窓口が、まあ、広報担当の社員の人だったんだけど、はい、なんか次のフィッシングショーで伊藤さんがソルトのロットをやろうと思うんで村岡君お願いしたいって言ってきたんだね。でもそれはネオンナイト出した11月ぐらいに発売した秋のフィッシングショー、うん、それはちょっとさすがに難しいって、やっぱねファンの人がね自分を信じてくれてさ、うん、しかももう初回ほんと雲仙って売れたの、雲仙ボンって、はい、だからいやそれでファンの人にじゃあメガバスに戻りますは言えませんっていう感じで、うん、板挟みになって、で名前ちょっと名前忘れちゃったけど、その伊藤さんが聞いてなかったの俺とメガバスの話を、ほうえそんなことなってたのみたいな感じで、でってなったんだけど、その社員の人も辞めちゃって直前で、はい、フィッシングショー直前のあの超きつい時期に辞めちゃってでもう最悪の板挟みだったんだよね。でもまあすごい悩んだんだけど、まあ、自分としてはもうファンの人がやっぱドットをね、うん、買ってくれて、いやどんな理由あれそこでネオンナイトはやっぱ最低でも 4,5 年ちゃんとやりきんないとって思うんで、まあ、伊藤さんにすいませんっつって、それでねなんかメガバスアピア時代がしばらく続いたんだよね。サウアンアピア、うん、ロッターメガバスって、であの XOR が出るじゃない、はい、だからもうね心が痛くてしょうがなくてさ、本来だったら自分がね看板やったんだろうと思うんだけど、あの時がジェイソンが入ってた時かな、ジェイソンもいたし、ね、でまあ、一応ケンゾーさんがメインの看板だったかな、はい、やっぱケンゾーさんもねバスの人だし、だ最終的にやっぱそんなに XOR は定着しきんなかったんでね、うん、ブランドとしては。でその後ね結局そこから始まった平行線っていうか、ずっと契約はしてんだけどタオができないとか、うん、っていう中でなかなか結局メガバスさんとは、まあ、その後 X80 マグナムとかカッターとか全部いろいろやらせてもらってったんだけど、ドットとかでお手伝いできなくて何とも言えない。でそこがきっかけで結局邪道とかも入ってきちゃって、うんうん、でも結局なんかいろんなメーカーがつくじゃない、アイマさんとか、はい、だからあもうこういう流れかと思ったけど、メガバスがその海でどうしてもうまくいってないことに対してものすごい罪悪感が常にあって、だからフィーモでもそのいい人いい人っつってメガバスさんに紹介してたんだよね。で久保田さんも最初なんかもう結構早くから目つけて言ってたのに、最初久保田さん断ったよね確かに。そうです、
最初僕もだからジップベイツ入って2年目かな入ってすぐだった。あ、そう、うん、ですぐの時にやっぱフィーモの方からメガバスでソルトがしっかりできる人を探してるんだけど、うんうん、久保田さんどうですかって言われたけど、さすがにそこまで不義はできない。3年目かなの時に言われて、うんうん、でちょっとすごいありがたいけどもって言って1回はお断りしたんですよね。まあ、それがメガバスにその話が言ってるかどうか分かんないですけどね、うんうん、で結局そこから何人かね候補出して、はいはい、メガバスさんにも見てもらって、うん、ブログとかで声かけてたんだよね。でも俺エアシーバスとかのブログ上げてましたからね、釣れなくて雨の中友達と釣り行って友達2本3本とか釣ってんだけど、どうしてもその日自分には釣れなくて、ついに来たって言ってもうびしょびしょの中でこうやって写真撮って、それをしつこく3回ぐらいこう同じブログの中でエアシーバスまた来たっつってそうだからかっこいいメガバスのイメージでは当時はなかったと思いますだけどまあそれの次の年ぐらいのオファーでちょっと話を聞くよみたいになったんですよ。そうですね、どうしてもやっぱ自分が考えるルアーを作ってほしいっつって、うん、それはもうその時からあのカゲロウがそうです一回だから 4F ですね、4が最初に頭あってそれを作らせてくれるならと、そうジップさんでは叶わなかったんですか。叶わなくて、まあ、それももちろんジップはジップの事情があるし、で叶わなくてめっちゃもったいないことしたなジップさん一回ねザウルスでウッドバージョンを出してるんですよ、うん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 、近いものは全くカゲロウと同じ口の形状 で、うんうん、で昔からあの形状にこだわりがあって絶対釣れるのはこの形っていうのがあって、で作らせてくれるんだったらいいよと、あのメガバスを受けたいって、だから一回そういう話をさせてほしいって言って浜松行った？いや、その時には神奈川に来てもらいました。あ、来てくれて、で契約して開発が始まるんだ。 で、ね、はい、で次の年ぐらいか。そうです、次の年しかも LBO 搭載だもんね。 LBO 搭載初の、LBO 難しくなかった。いやでもあの時はカゲロウに合わせて LBO のサイズを全部その LBO2 で作り直すって時だったんでメガバスガチだ。そうだから本当、うん、名前もまだ全国区でもない僕にそこまでしっかりとこう向き合ってくれるっていうのは本当にありがたく、絶対に釣れるルアーにしなくちゃなんで、もうめちゃめちゃテストしましたもんね。うん、いや俺もそのさっきの経由のねずるずる続く関係の中で、まあ、一つの俺ができることでブルーブルーとメガバスのコラボ相手に新編屋さんでね、はいはいはい、LBO 積んだ。でもねそれがねやっぱ新編の重心をねどうしても低くしたいんだけど LBO は重心の年も高いじゃない、うん、だからなかなかあの自分の思うとこにならなくて、で製造コストとかいろんなとこで最終的にボツになってっちゃうんだけど、カゲロウなんか見てるとむしろ LBO の良さを ね、あの重心のなんか中心感っていうのかな、うん、重心っていうのが分かる、安いとこ上手に使ってるもんね。僕職業柄足したり加工はお手のもんなんで、うんうん、送られてきたサンプルを削って足してでそれを送り返してっていうので作ってってるんですよね。それは自分の仕事道具で削る。そうそうです。ウィーンってちょっと痛いですよってちょっと痛いですよ。歯科事故車は別に患者さんには触んないもんね。触っちゃいけないですね。触っちゃいけないです。ただ患者さんの問診もするし、あ、それも、うん、いろいろと口の中に入るものは全部作るんで。ちなみに歯医者さんが取ったさ、はい、1分ぐらいで固まるやつが送られてくるんでしょ。そうです、僕はまあ病院の中で働いて歯科医院の中なんで、うんうん、まあでもそれでも診療室から普通に来て、うんうん、できたやつをまた型取り直して型に石膏を流して、してでその模型の上で作っていきますね。なんで送られてきたルアーを削って足してとか、もう歯科材料ってやっぱ優秀なんで、うんうん、硬化時間がもう異様に早いんで。そうだよね。そう、買えないかな、一般の人がなかなかやっぱ買えないんですよ。でもちろん厚生省のやっぱ認可得てないといけないから、その材料自体が高いんです。その分大丈夫です大丈夫です。その辺はその辺は先生はご存知ご存知あの机の上ルアーまみれでもお前みたいな感じにはなんないんだ。うちの病院の理事長も、まあ、こいつはそこを抑えるよりもほっといた方がこいつは働くっていうのをよく分かっているんで、ね、優秀な経営者でよかったね。そう、硬い人だったらね、じゃあ硬い人だったらもう生まれなかったですね。材料徹底管理されて ねこのね材料高いんだぞっつってね。そう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 、もう遊びたい放題です。またねサンプルくれるんですよ材料屋さんが。なるほどサンプルならいいもんね。そうサンプルでも優秀な材料がいっぱいあるから。なるほど。そこまでそっちが先だったらすごいな。
最初でもそうだな、最初僕はあの海底調査船作りたくて東海大海洋学部行って、うん、船の設計の学科に入ったんですよね。東海大海洋なんだ、本筋じゃないですか。そうなんですよ、だからそこでねやっぱり浮力とかすごい人いっぱいいるよね釣り業界に。あの村越大先輩から始まり東海大海洋、そうだからもうそうそうたる釣りバカがね集まってくるような、うんだよね達郎もそうだもんね。そううちのブルブルの達郎もそうだし、いや面白いとこだったんだけど、僕らの時にはもうバブル弾けて一番景気が悪くなった時で、うん、もう船関係ゼロ件就職先が。あ、なるほどね。そうで、やっぱり車関係のエンジンとかに、うん、昔は行ってる人がいたんですけど、うんうん、もうそういう求人も先輩たち見てるとなかったんで、それで辞めて、なるほどね、違う道行こうと思って。じゃあちょっとね場所を変えました。干潟まさかの不発、一昨日80アップ含めボコボコ出たんだけど、なんだろう、なんか全然無でしたね。この城はいっぱいいたんだけど、ということで川に入ってきました。何の話だったんだっけ。何の話でしたっけ。あ、じゃあ それでじゃあメガバスでカジロを作るとき、そうですね、そんな苦労はしなかったの。じゃあ作る時には苦労しないです。ゴールはあるわけだよね。ゴールははっきりと見えてるんで、こここう変えてくださいって、うんうんうん、言ってすぐに変えて送ってもらって、うんうん、って言ってもやっぱりフックバランスがすごい時間かかりましたね、うんうんうん、あとは LBO がやっぱ飛ぶんですけど、落ち鮎の時にカゲロウを使いたかったんで、うんうん、後ろまで重心下がりきっちゃうと着水で戻らなかったんで、うんうん、それでどこまで飛距離を殺してっていうので、あ、最後じゃあ飛距離、まあ飛距離妥協っていうか飛距離を捨てたんだ。そうですね、飛距離犠牲にしてでもやっぱり着水で戻りやすさっていうのを。なるほど。みんな東京湾奥のこの川の界隈やってる人もみんなカジロで釣ってるもんね。あ、嬉しい。今シャローランナーでは一番じゃないかな、ね、全国的にもそうだよね。そうっすね、作った本人が在庫がなくなったんでって言っても送られてこないし。俺のスネコンと一緒だ。じゃあめっちゃ儲かりましたか、ロイヤリティは。いや、そんなには儲かってないです。俺去年までメガバスだった人だから知ってますよ。お家が立たない。お家は立たない、全然立たない。お家立たない、うん、全然立たないけれども、なんでしょうね、なんかいや最初はこうもっとすげえいい車買ってやろうとかいろいろ考えてたんですけど、うん、いざカタログもらってくると、いやなんか砂浜走ること考えたらやっぱジムニーかなみたいな。なるほどね。じゃあ何、あんま使ってない。全然使ってないですね。貯蓄してるんだ。貯蓄しちゃってる。あとはだからやっぱりある程度気になるルアー、もちろんブルーブルーもあると、うんうん、どんな泳ぎなんだろうとか、うんうん、どういうこと考えて作られてるかなとかっていうのを考えて、それはもう気にせず買えるようになりましたけどね。そうだね、それが大きいよね、うん、いや、 やっぱ趣味をねしっかり生かしてちゃんと収入につなげて素晴らしいよね。そうかもしれない。でも技工士になるかならないかで悩んでた時に、うん、1回当時あの JGFA に所属してボートシーバスやってて、全部自分でハンドメイドで作ってたんですよ、ルアーを。でそれだけ作れるんだったら修行して 2,3 年でブランドを持てばとかって言って紹介するよって言ってくれたんですけど、釣りを職業にするとまたちょっと釣りとの関わり方が変わってきそうなんで、本業は別に持ちますっつって当時は断っちゃったんです。指先の器用さは多分100人いたらトップ3に入るぐらい器用です。いや、器用じゃない人に歯科技工士とかやってほしくない。そうそうそう、あの歯科技工士の中でも多分トップクラスに器用です。あの1センチ1センチの紙とかで素手で折り鶴とか作れるレベル。嘘、1センチ。最近老眼っぽくなってきて怪しくなりましたけどね。じゃあ実際そのメガバさんから来たサンプルを開けて、はい、もう一回自分でいじり直しちゃうんだ。結構そう、あの現場なんかの斜めの重心移動とかはやっぱりなかなかこう最初やってもらったけど伝わらなかったんで、側だけ作ってくれっつって、で側送ってもらって中を全部隔壁とか自分で作って送り返して、この角度だったら着水で戻るっていうのを出してから、それを向こうでスキャニングしてもらって、もう一回削ってっていうのをやって。ニュータイプだ、ニュータイプ。そうだからあれなんですよ、側だけまとめて20個とか送られてくるんで、仕事終わって川行って試して、ですぐに職場が川に近いんで戻ってリテイクして、で一晩で3回ぐらい リテイクで作り直して持ってったことありますもんね。釣りを仕事にする気満々じゃねえかって。だけどその機材を考えたら本業で、今の本業があっても悪くないなっていうね。
そうだね、まあ釣りのねバランスだよね。釣り 100% ちょっと大変だもんね。頑張ってる人いっぱいいるけど、そうやっぱね、やっぱ憧れはあるんだけれども、今の職業は職業ですごい気に入って楽しんで、うんうん、あとはやっぱこうどんな時もアイデアに満ち溢れてそれがうまくいってとは限らないんで、そうだね、その時に本業に釣りをしちゃってるとやっぱなんかこうちょっと食べるためのが優先されちゃうのも、うん、またちょっと自分の中の釣りとは違うかなって気がして、そうだね、他の人のすごい快挙にさすごいって言えなくなっちゃったりしそうじゃん。俺もブルーブルーの社長やってるけど釣りの仕事本業とは思ってないんで、でも本業でね一緒に働いてる人がいっぱいいるからそれ以上に真剣にやるんだけど、やっぱそのバランスで冷静に見てて、そうそう、でカジローとかも買ってきてさ、クボタ半端ねえなみたいな感じでこう使ってんのが勉強になるし楽しいし、ただやっぱりテストして、俺なんかもいろんなメーカーさんとルアー作ってきたけど1頭か2頭で分かるじゃん、これここだっつって、うん、でこここうしたらいいんだなってなるけど、自分でできないもどかしさと、それが送られてきて1ヶ月後とかだから、うん、あれ前回どうだったっけから始まるから、なかなかね、ルアーの開発ってね、もどかしいんだけど、自分でチュイーンってやっちゃうわけでしょ。そうそうそう。すごいよね。それはニュータイプだよ。細かいシェイプの違い、うん、言葉や文字じゃ伝えられないところを立体で作って送ってもうスキャンしてもらえばっていうのがあるんです。それはすごい便利ですよ本当。だから今からこれ見てる若い人で将来釣りのプロになりたいなって人、結構釣りプロ志望の人多いんだよね若い人で。だけどそれだけでね食うのは大変なので、一つのステップとして仕掛け講師になってそう、その器用さを生かしてルアーを生み出していけばね。ただね、通常の仕掛け講師さんだとやっぱ残業残業でなかなか、ああ大変なんだ、なかなかなブラックですよ。どうやってそこは俺は平気になったの。いやでも就職したばっかりの頃はやっぱ毎日勉強してて、夜1時ぐらいまで仕事をして3時ぐらいまで家帰って勉強して寝て、で次翌朝出勤っていうのをずっとやってましたけどね。やっぱ仕事は仕事でちゃんとしっかりやんないとなんで、である程度やったら部長になっちゃったんで、頑張った分ちゃんと部長になったんで、時間はだいぶ自由になるようになりましたよね。部長になったら大丈夫、部長になったら大丈夫ってわけでもないんですけど、大きい病院の歯科技工士になるといいな。そうですね、でしっかり頑張っていくと。そうだから部長になったら机の上でルアー作れるよ。部長になる前から作ってたけどもいいな、いいっすね。本当釣りバカにしてのリアルハマちゃん、うんうん、ただでもなんかちょっとそういうルアー業界とも関わらせてもらってると、業界の中にいるから分かることもあれば、うん、外から見るから気づけることっていっぱいあるんで、うんうん、そういうのはちょっとやっぱ自分の立場としてはそこがプラスにできてたらなとは思うんですけどね。じゃあその歯科技工士の技術を生かして作ったカジロ124はもう最初から大ヒットだったよね。そう、もう運よくあれだったんですよ。熊本であの大会出た時に、大会自体は台風で、まあ、競技は中止だったんですけど、うんうん、その時に最初の撮影でメーターオーバー出て、じゃあ最初は熊本中心から大人気みたいな。そうですね、まあでもそれでももうなんか熊本の店舗にもその時には在庫がなかったんで、まあ買っていただいてたみたいですけど、それでもそこからですよね、デイゲームの動画でメーターオーバーでっていうので、うん、あれはすごかった。あれよく切られなかった ね見てて、あもう3回ぐらいもうそこでああパッて手前にもう入ろうとしてるのが見えてるんで、ちょっと分かんないけど、ね、そこで切れないんだってギリギリだっただろうね。でもそう結構ヒヤヒヤして、ねうん、で僕あの左手でロッド持って右巻きなんで、うん、ネット持つと右手なんですよね、うん、左から右に流れ行っちゃってて魚下流から寄せてきても入らないんで、うんうん、これちょっと流れ切れるとこまで移動しなくちゃダメだなって言って、それでずっと下流まで移動してなんとかカーブで流れが切れたんですけどね。久保田さんって言えばランカーシーバス、はい、まあ、メーターオーバーもねもう実績だいぶ積み重ねてきたじゃん、はい、なんか秘訣は言葉にできる。80センチ台の魚が好む流れのその水圧ってありません、うんうん、ルアーで感じる部分ですよね、うん、なんでその圧力感じるところをやっぱ探して歩き回るとアベレージサイズってやっぱ上がるなとは思うんですけど、それはある一定のってことは、それとも重い水圧なんで重さですよね。重さ、重きゃ重いほどいったわけではない。重ければ重いっていうわけでもないし、速さともまた違うルアーが通ってるレンジのその重さ、うんうん、でなんかやっぱ好む。今ここにはない。どうだろう、もうちょい奥かなって気はするんですけどね、うんうん、ただこれが潮が効き始めると、そうだね、まだ全然もうちょいね、水がちょいが下がってこないと。あーでも食ったお、スネコン沈めたら食ったな。でもそんな大きいサイズじゃないな。味合いが始まる。あでもまあ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 いいサイズ、いいサイズ。いきます。はいはいはい、えいザースイース、ザース、えい、最初の1本目、まあ60ちょっとだね。
まだ潮位が高いからちょっと上までできないですかね。まあ、まだまだ出るんでね。気持ちいい。1メーターぐらいですね、この沈めて流したら。素晴らしい。3匹目。え？この城が？この城カウントで。はい、逃がします。ありがとう。元気だよね。はい。あー、釣れた。よし、じゃあお腹も減ったし帰りますか。あ、すっげープレッシャー。ツアーは今 MD に変えました。ちょっとレンジを入れるように。さっき2人ともって言ったけど、どっちかでいい。でも釣りましょう。やっぱね、久保田さん来てランカーシーバス狙ってきたっていう動画タイトルは決まってるんで、本当もうちょい、まあ、でもまだ始まったばかりですしね。ちょうど1時間ぐらい経ったと思うね。で次カゲロウ、まあ大ヒットでお金もいっぱいもらって何作ろうと思った。そんなにもらってない。YouTube はね、こういう下世話の話しないとみんな見てくれないんですよ。あの大野さんみたいにね、タワマン買ったとか言ってみたいもんすよ。マジで何だろうな、なんか買ったかな。124の後がが100です。次100、うん、で155を出して、で現場っていう新編をサイズ違い2個出して、今ちょっとレンジが入る MD ですか。うんうん、MD も発売してから絶好調だね。そうっすね。お店2週間前ぐらいかな、か返してね。いきなりすごいの出てなかったの、ツイッターから。出てましたね。なんかでかいの釣られてた。昔カゲロウ出た頃ってこのルアー俺が世界で一番使うのがうまいって言ってたのが、うんうん、もう今それ通用しなくなったんで。あ、それ嬉しいことだけどね。嬉しいことですね。もうスネコンなんか本当そう、この人どうやって釣ってんだろうって本当襲われに行きたいぐらいわけわかんない超過出す人いる、出てくるよね。伊豆でさ、伊豆半島ってことだけわかんないけど、はい、スーさんでヒラスズキをボッコボコ釣ってる人がいて。あ、スーさんだったら、うん、ある、分かる。いや分かる分かる。想像できなくて、で何をどうやったらスーさんでヒラスズリがボコボコ出るんだろうですね。川かな。川もそうだし、うん、まあだから昔ながらのヒラスズキ、うん、ウエット着て荒れてるサラシ打ってっていうのとはまたちょっと僕もやってるヒラスズキが違うんですよね。なるほどね。比較的穏やかな日が僕は好きで、うん、まあ多少は波はあるんですけど、うんうん、ヒラスズキ師たちがテンションが上がるようなのがもう怖くてやってらんないんで。うんうん、そう。やっぱ下だね、下。下にいる。なるほど。現場取ってこようかな。今投げて20秒ぐらい沈めてから巻いたら。そうなんで、波が弱い時のヒラスズキってやると、うん、カゲロウ100浮かせて、僕はカゲロウ100でやるんですけど、うんうん、スーさんとかもわずかにできるその磯際のさらしのところで、うん、投げて本当に漂わせるだけ、うん、そうするとめちゃめちゃ釣れますよ、うん、むしろさらしがないから いないわけじゃなくて、そう、そこでしか食わないっていう、そこでさらしを見てるわけだ、下でね。そういう魚を見るってことだね。逆にだから的は絞りやすいんですよ、うんうん、流れが効いてるさらしってもうここしかないよねっていう状況になるんで。じゃん、もう見る人が見たら持ってるじゃん、カゲロウないとか言いながら持ってるじゃんなケース。そうあのカゲロウの三兄弟はちょっとずつ設計思想は違う、はい、ちょっとずつやっぱりそのレンジが入って魚が下から見るのかとか横から見るのかとかによって変わるんで、やっぱりそこのバランスは変えてますね。あとはその LBO を124では後ろまで下げなかったの、100からは一番後ろまで下げるようにして。今日俺も久保田さんに頼んでもらったんだよ。泣けなしカゲロウ。俺がね、カゲロウ1本でいいのでくださいって送ったら、了解しました、視聴者プレゼントですかって聞いて、俺のですって。そう、使ってくれたら嬉しいんだけど、もうブルーブルーの社長にそれ聞くの失礼かなと思って。笑っちゃいました。俺用ですとか言って、あの好み聞いていいもんだろうかと思って。これが1号覚える。今ほんとこの1週間めっちゃ釣れてるよね、この川でも。もうかっぱりの人でバンバン釣れてるな、この1号 5F のカゲロウ。これも伊藤社長がつけてくれました。メガバス の, あのゆらゆらしてっていうのを担当者から聞いたら、うん、カゲロウみたいだねっていうのでカゲロウってつけていただいて。揺れだよね、揺れ。でたまにプルンって動くよね。そう、必ずそ れが秘訣なの。流れである程度のところで泳ぎが破綻して、うんうん、姿勢を崩してくれるようには作ってます。あ、大好き。ジムニーのパーツとかも自分で作るの大好き。溶接機から何から。そうだから、あのルアーでお給料もらうようになって家にそういう工作道具がいっぱい増えました。うんうんうん。
溶接機とか工具全般を揃えた。じゃあもう家の自分でできることは大体やる派？やりますね。まあ、いつか作りたいなっていうのがあって、子供の頃から、まあ、釣りには生かしてはくれるんですけど、親族誰も釣りやらないから釣り道具に対する理解があんまり家計としてなくて、でルアーって1個高いじゃないですか。で誕生日何が欲しいで、こんなものみたいな感じだったんで、でルアー作りを見よう見まねで自分で作るようになって、最初は本当お小遣いがもったいないから全部自分で作ったルアーでやってましたよ。であの木に引っかかったラパラとか見つけては持って帰って分解して、あこういう形の鉛入ってんだとか言って、そうだね。そうでもそれも何個までいいかとかもね、おねだりしていいか分かんないし、俺でも小学校5年生の時の誕生日 P ラインでしたからねあの当時サモンとかあの辺の投げ釣りで P が出始めた頃だったから、高かったしな。そう8000円して新素材ラインって言ってたな。じいちゃん釣り具屋に連れてってこれが欲しいって言ったら糸って確かに高かった。えいやもうそれまでの釣り糸とは、うん、もう考えられないぐらいね、全然釣りが変わっちゃったあれ ね。ただまあ高い。だって当時投げ釣り用のその PE が8000円9000円ですもん。僕が使ってたリールより高いんだもん糸が。いやおじいちゃんびっくりします。そうクインターでいいだろうとか言わなかった。いやもうだから釣り具屋もみんな行ったことないから、うちの親族。ああそうかな、釣りやんないからな。だほんとよく夜中に小学生が外出するのを許してくれたなとは思いますけどね。ライフジャケットだけは着ろって言われたけど、俺も土曜日の夜若洲の加藤つって今水入り声になってるとこで徹夜で朝まで釣りしてたんだけどやっぱりよく親が OK したなって、うん、家族旅行行っても家族が観光地回ってる間俺だけ湖に降ろしてもらったり海に降ろしてもらったり、そんな釣り夕方4時にここの駐車車両に来いっていう。そうですね。なんかね、僕は記憶ないんですけど、金魚すくいとかで買ってきた金魚を一日中なんか眺めては握ってみたりとか、いろいろなんかずっと魚触ってたっつって、もう3歳ぐらいの時かな、3、4歳の時に、だからなんかもしかするとそっちで興味があることやらした方がいいのかしらっつって、お受験はそれこで諦めたらしいです早々に自由に育ててくれて。そう、分かんない、良かったのか悪かったのか分かんないです。得意科目は何だったの小学校ぐらいは。小学校の時得意科目体育ぐらいですよ。体育とか図工とか、高校とかになると物理とか数学とかだったかな。理系のではあるんだよね。嫌いだったんですけどね、嫌いだったんだけど成績が取りやすいのはそっちでしたね。そうだね。そうだね。好奇心旺盛だよね。仕組みがどうなってるかを知りたがる人多いよね。ああ、そうね。そういうの大好き。で、村岡さんも好きですよね。大好き。ワクワクするよね。よく考えたなこれとか言って。そう。でも最初に買ったサイレントアサシはまず釣る前にバラバラにしたもんね。どれぐらいの弱さのバネなんだろうって、ね。それが知りたくて。で、こう半身でさ、あこういう感じねなんて。いやいやこんなこと思いついたなぁなんつって。そうっす、ボートシーバスで大会とか出てた時には右でも左でも負けるし投げれるしってやってたんですけど、僕の場合はやっぱ左で握ってた方が、なんでしょう、仕事柄もそうなんですけど指示するのが左の方が感度がいいんで。でも右手で工具を持って左手で、そうですね、だから刃を持つようなイメージ。なるほど。でもあの石膏とかでやっぱ彫刻とかをするんですよ、刃の練習で、うんうんうん、左手でも学生の時は満点合格す。すごいすごいな。そう、器用さ。あの永久保存つって学校に解剖室に展示されるんですけど、うん、それを最初1年生の時に半日とかかけて削って、その判定を受けるんだけど、俺左手で1時間半で削ったものが永久保存。両手器用ってすごいな。だから新人が入ってきて左利きの子とかが入ってくると、やっぱちょっと器具はみんな右利き用にできてるんで。なるほど。ただ左利きの時にはこういう風にやると、だから左手で持って全部その操作の仕方とか教えてってぐらいだったらできます。新人よりかはもうちょっと器用に動く。歯科技工士は稼げる仕事なの、はい、それなりに給料は高いの。独立すりゃ高いんじゃないですかね。でも勤め人の中の歯科技工士としては多分かなりいい方だと思いますよ。なるほどね。病院自体が大きいんですよ、うんうん、歯科医院自体が。
あ、工藤さんとね、年一ぐらいかな。やっぱなかなかお互いに忙しいんであれですけど、工藤さんのね、奥さんの実家がうちのそばなんで、そうで、その年1回ぐらい里帰りのタイミングで釣り行くか飲むかみたいな感じ。本当工藤さんともフィーも始まってからですもんね。フィーモが繋いだ縁っていうのがやっぱ大きいなって、うん、全国的にでね、未だになんか自分のこう人脈、釣り業界の人脈の半分ぐらいはフィーモ繋がりで、それがずっと維持されてて、うん、たまに会ったり飲んだりねそうだから本当今 Facebook とかインスタとかもいっぱいあって、いろいろ SNS のツールがあるけど、うん、結局その釣りでテスター目指してますって言ってもフォロワーが何万人とか何十万人いればまた別でしょうけど、うんうん、そうじゃない限りは残んないんですよね、ああいう SNS って。あ、そうだよね、あの短文系の SNS だと、うん、だから検索かけた時に人柄が分かんないからね。そう、人柄分かんないし、じゃあ1年後今日の記事が引っかかってくれるかっていうと、うん、それがないんで、そういう意味ではやっぱりまだまだ文章っていうのは大事だなとは思うんですけどね。で、工藤さんとことだから飲むと長えって、工藤さんのブログ長え、工藤さんのブログが長いの、読んでて疲れるとかね、長いのがコンテンツだね。そう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 、で、なんか短いと通勤中に見てる人らしくて、コメント欄に今日のは短すぎて自分の目的駅に着くまでに読み終わってしまいましたってコメントでクレームがついて、そうそれが彼 の, あのブログの良さ、それが差別化うちのチャンネルでもいつも話飛ばされてるってつながってんですよブログからして長いんだよね、あの人。そう、うん、だからいつも俺も長いなと思って。それだから自分のチャンネルで持ってやりゃいいのよ。あの男はそういうので切られるのも大好き。そう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 、工藤さんのその長さに負けて前田さんがひっそりとしてるっていうそうですね、前田さんもでもあれです、何年前かな、相模川に何回か来て一緒に遊びましたよ。前田さんなんか全然そういうの書かないというか、日記みたいにあっさり書くじゃん前田さん。そう、昨日は釣り行って2匹釣れましたみたいな。だから記憶残んないんだよね、こう思いをあんま書かない人。うん、でも、その時確かにめちゃくちゃ暑いじゃん釣り自体は。そう、でもその時確か雑誌かなんかには出たのかな。お、来た、目の前目の前、船の後ろ、船の明かりの、うーうー取れちゃった。ごめんごめん、今ここ両サイドに人がいるから合わせるタイミングがないうちに外れてしまいました。いやでもすごい、そこで食ったね、そこで引き合わせだった、上手な、さすがっす。それでどうかなと思ったけど、ルナはこの船の照明の中で食ってる人、うん、まだ小さいな。カゲロウいいんじゃない。カゲロウの MD の方でミッドダイバーでちょっと潜る。表記は80センチって書いてあるけど、実際多分60センチ台ですね。まあ、80って思っときゃ引っかかんねえだろうと思って60センチって書いてあって80センチ潜って引っかかっちゃうと、人ってやっぱりなんだよって思うけど、80って書いてあってて60センチしか潜んなかったら、引っかかんなかったらもうそれで OK なんで。私はカゲロウに対抗してクボタだね。クボタだ、クボタフィーモカラーのクボタ、フィーモの最終カラーサンプル。なるほど、スイちゃんの付けのようにあって、これもうテスト、うん、OK 出て整髪さん入ったやつって言ったら、そうだって言って1本くれって言って、それで124はなんとか手に入れた。でも1投目で釣れてた、さすがだなって、このルアーやばいなと。クボタ、クボタ、カゲロウのことをクボタって呼んでもらってます。釣り親父の間ではクボタと呼ばれてる。そう、でも本人呼んでくんねんすよ仲間外れで。相模原だからね、呼ぶと来てくれるんだと思うんだけど、悪いなとか思っちゃって。結構もうみんな近いの、キャリサー以外は。だから結構なんていうかな、楽しくない時は俺一人で釣り行くの。タフコンディションの時、風ビュービューとか雨降る時とかは中心しちゃうので、自分は一人で行ったりするんだけど、そういう時に悪いじゃん。でみんな家近いから、ごめん今日風強いんでちょっとやってすぐダメなら帰りましょうとかやって遊んでるの。チャリさんはね、チャリさんだからいいの遊びましょうっつってあ、もうこの形っていうのがあって、面白いのがこれ出した時に、例えばこのルアーを真似たとか、このルアーとこのルアーが似てるとかってみんなよく言うじゃないですか。形状とするともう結局リップレスかミノーかとかってなってくるんだけど、参考にしてるそのルアー、このルアーすごくいいよね、良かったよねっていうのがやっぱ全然違ってたりとかして、形が。それとこれのいいとこ取りみたいな、そういうもんだよね。そう、なんか影響受けたルアーがないとは言わないルアーって多いじゃん。うん、でもこのルアーでしょって言われると全然違うのにっていう時多いよね。そう、
最初これそうなんですよ。だからそう村岡さんにいつかこう話してみたいなと思ったんですけど、うん、最初は100から行きたかったんです俺、うんうんうん、やっぱり誰でも使いやすいサイズだしっていうので、うんうん、図面書いて送ってサンプル削り出してくださいの時にガボッツが出てきたの、90、うんうんうん、そうでそれで100をそのまま行くとこれガボッツのパクリだってっぽくなる。そう、うん、でいやいやレンジ違うし狙ってる泳ぎは違うんだよっていうのでいやちょっとサイズを上げてミドルサイズから行こうっつって面白いなこのまま行くとガボッツ丸パクリルアーでそれで終わってしまうっつってなるほどね。いや逆にねブレブレ今ガボッツ120をやってんの、はい、で120は90と150があるからちょっとスリムにして、はい、もうちょうどシーバスぐらいにしかターゲットもないから、うん、ちょっとシーバスか特化でもいいよっつってユーゴに言って最初出てきたのがこれじゃカゲロウじゃねえかってだから大変なんだよね作ってる人は。だからあの泳がしてみるとそう泳がしてみるのとあと得意なそのスピードとか水圧とかっていうのは全然違ってなんだけどパッと見が似てるっていうねのがありますよね。厳密にこのフィールドでその時ズバリのルアーって言っていくとそれこそねカゲロウガボツだけでも足んないしね、うん、もう本当にちょっとずつ形変えたいぐらい状況によって正解のルアーってあるんだけど実際多分俺とか大野英樹君がたくさんのメーカーと契約するのも結局それぐらい手駒があっても多分ねその状況にはめられるルアーがない方の方が多いのと。またあれですよね。じゃあどこで発売にするかって言った時に、うん、ある程度その平均を取らなくちゃいけないじゃないですか、うんうんうん、この場のこの状況だけってわけじゃないですからね。ここ手前だ。これでいいんじゃない。これでこれでカゲロウ、うん、ごめんカゲロウじゃない久保田。久保田俺が思うカゲロウが釣れる秘訣この状態でプリンツするのこう横向くんだよね。プリンツ可愛い顔してんのね。いやでもすごいですよこの顔だとね間抜けな顔にしか僕が作ってる時ってならなかったのがやっぱさすがメガバスがやるとそれがかっこよくなるんですよね、うん、潜ったところから水面出たところにプルってするのこれでボーンって出るよね、うん、ゆっくり巻いてると水失ってふわって水面出るんだよね。その時にねバコーンって出る時がすごい多くてこれやっぱ狙ってたんだ。そうです、だから泳ぎを破綻させるところの幅ですよね、うん、どこで破綻させてどれぐらい破綻させるかであとはあんまこれねメディアでやるとまたちょっとね誤解を受けてね困ったことになるんですけどダウンクロス投げて、うん、高速巻きしてくるんです、うんうん、これもよく釣れるんですけどこれをお店のトークショーの時に相模川の裏技ですっつって、うんうん、落ち鮎の時には通常アップに投げるんだけど、うん、反応ない時にこれでねって言うと、うんうん、結構釣れるんですっつったらその年の秋が全員がダウンクロスでカゲロウ投げててオーソドックスに攻める人がいなかったっていう。大和さんの土曜日のさ釣り番組でさ、はいはい、大野駅が 3D ダートでミニエナの真奥のシーバスバカバカ出した放送した週末みんなこうやっててずらーってやってるんだけどみんなちょんちょん動かしてて、うん、なんかのイベントですかみたいなあー当たった上で出るねようやく。あ上で反応し始めました、うん、水面で出るよ。あ止まった。でもなんかちっちゃいな大丈夫かな。ちょっとランカーとほど遠いサイズばっかり食ってくるけどまあちょっとまだ流れ弱いから最初からダウン気味でもいいかもね。うん。そうだね。ボートはね地形関係なくも釣れる。だけど俺が好きなのはおかっぱりのように地形で釣るのが好き。うん、そうだから多分おかっぱりと変わんないでしょ。全然そう。ここが堤防みたいな感じでやってる感じ。そうだから地形がさっき魚探見てて、うん、地形把握できないと、うん、どこでターンさせようかなとかどの角度でっていうのが、うんうん、釣れるって、ね、どこで食ってきたっていうのが分かればいいんだけども自分が今どっちにやって今のキャストはどういう風にルアーが流れてきてたっていうのがイメージが全然作れないっていうのかな。そう、まあそれでね釣れる時もあるけれども、うん、何回か前の動画でやったあの軸把握能力の満足です。あそこに背があるって分かってたら上流に投げて沈ませながらそこに流し込んでってその背の上に根がかんないかなどうかなってところでドーンって食うとめっちゃ気持ちいい。ノージルブシャーって。そうなんですよ。だからねパーフェクトジャーニーで、うん、ノーガイドでいろんなとこ回ると、うん、ノーガイドなんでそこが深いか浅いかが分かんないんですよ、うんうん、だからこの立体の釣りが全然やっぱりできない。できないよね、うん、初めての場所だと分かってきた頃帰らないといけないそうね。よし食った。お一頭で出た。さすが。まずまず最後。はい、レイ。よっしゃ。よっしゃ。
イエーイ、すごい。もう60後半ぐらい、60だな。レンジ下なんすか。いやいや、もうほぼ言ってたね、60ジャストぐらい。甘いんじゃないですか。いいサイズ、いいサイズ出せてんな。何食ってるんですか今の。なんだろうね、あんまり食ってなさそうな。はい、まあ、こんな感じですね、こんね。地合いだからどんどん釣れる。はい、ありがとう。はい、痩せてる。なんか調子が良くないんかな。群れが変わったかもな。久保田さんロケ運悪いよね。悪い超悪い自分で言ってる。悪いかなり悪いよね。かなり悪いっすよ。大体雷雨ですもん、うん、釣りできないじゃん。じゃあ待機時間も多い。相当待機しないとダメだし、爆風吹くか雷雨か、うん、雷雨で爆風かみたいな雷雨で爆風ってもう釣りなんないな。ほんとひどいもんな。よいしょ、食いました。今日ロッド8フィートって書いてあったんで、8ジャストでロッド探したら、ロックフィッシュ用だからめっちゃ硬いんですよね。気をつけないと切れちゃう。でもそんなに悪くはないけども、さっきと同じぐらいかな。ドラグは普段は強い方。そうですね、普段の釣りはちょっと強い。やでも他のプロと比べたら絶対弱いです。弱めで合わせだけしっかりって感じ。そうですね。ランカランカ、うわー、ないか。いいサイズ。よいしょ。よいしょ。イエーイ。本日最大。本日最大。本日最大。そしてちょっとお腹が太った。ね。大きくなりましたよ。うん、70ないぐらい。70。上の尻尾だと71ぐらいですかね。うんうん。ね、71。さあ、あと9センチだ。ランカは。あと9センチ。先が遠い。カゲロウの 124F ですね。久保田です。いやこれ俺ちょっと何気に今俺感動してるんですよね。だって村岡さんと一緒にシーバスを釣るの初めてなんですよ。あ、そっかそっか。そうで、シーラは1回、うんうん、2回かな、ご一緒させてもらって、 で村岡さんの釣りを見て、で今村岡さんに写真撮ってもらってるでしょ、うんうん、いやちょっとこうちょっとじゃないんだよね。やっぱこうグッとくるものがありますよね。ちょっとなんか感動、こんな日があるんだみたいな、うんうん。じゃあリリースします。いやありがとう、そんな記念すべき日に連れてくれて本当に良かった。よいしょ、はい、行きました。ありがとうございます。もう魚よりもそのシチュエーションにグッときてる、嬉しいな。贅沢。針伸びてた。そう、針伸びてます。71まで行きましたね。さあ次だ、次。今正面で食ったね。正面でしたね。ないですね。なんか炭酸飲んだから。そう、飲み会とかはあるし。なんか三番瀬とかでやったことなかったっけ。ないっす。何年か前にそういうことがあったような気がしてたけど。ないですね、一回も。だからそれで他のプロの人と釣りやったっていうのは工藤さんと前田さんぐらいなんですよ、うんうん、この辺とかチャリさんとさ、久保田さんと釣り行ったって話をよく聞くから、うん、俺も行った気になってたんだと思うな、多分。だから実際にこうどういう地形のところをどれぐらいの流れ時にどれぐらいの速さで巻いてんだろうとかっていうのが生で見れるっていうのはすごい贅沢ですよね。おっかっぱりもこういう感じ、うん、こういう場所が好きで、もうこのエレキのおかげで今おっかっぱりですもんねこれ釣り方もこういうおかっぱりの釣り方で、まあ、昔はねストラクチャーばっかりやってたけど、うん、最近はこういう流れとセット地形で釣る感じが多いかな。すげえなスネコンよくその速度で破綻しないですね。最初から破綻してんだよねスネコン、うん、まあ、ウェイトが固定されてないから、まあ すね、うん、すごいな。あ、手がシーバス臭くていいやだダメっすか。なんだろう、朝とかね、その仕事前に釣り行って嗅ぎながら帰るとその日眠くならないみたいなブラックバスでもですけどね。次の日のグローブが乾ききってなくてね、まだ臭かった時のねそうやべえって言いつつ嬉しいみたいな。1本出すのに苦労するからおかっぱりなんかね。うんですね。今日渋いな。作った本人が来てこの渋さってことは渋いんだと思うんだよな使い方が悪いのかもしれない。いや、まあ、もうライズも多かったんで。なるほど。でもね、ベイトが落ちたかな。落ちるような雨降ってないんだけど悩ましい。下はベイトだらけで上に上がってくる。シーバス1匹に対してベイトが1万ぐらいいてこれをルアーに食ってもらうのはしんどいぞってぐらいの状況。ここはちょうど良かったんだけどちょっと状況が変わってきたから。
ちょっと話があるけど、はい、さっきなんか感慨深いって言っていただいてありがたかったんだけど、はい、久保田さん俺をいつ知ったの？村岡さん最初に知ったのって、僕雑誌とかを一切買わなかったんで、買わない人、うん、ホームページの時に、村岡さんもホームページだった時に、うんうんうん、相互リンクいただいたじゃないですか、うんうんうん、そう村岡さんの方から相互リンクの申し込みっていうの、ああ上に出てきた、お今ティップをフリーホールで食ってた今ティップがティップにライン絡んで直してる間に食ってた。しかもしかも行ってる？行ってます？しかもだよ。いやちょっとね、ひょっとしたらあさっきと同じ。ああごめん、もったいない。でも同じぐらいだったっすね。同じぐらいだった、うん、フリーホールか。これぐらいしか飛ばない同じとこ飛ばないすいません、多分ね俺もさっき感じたんですけど、泳がせないで浮いてたりとか中層漂ったりに多分反応してんだなっていう。で直してみたいな、このね背の上に落ちていくの。スネコはね、そうで話戻してそうか、久保田さんもホームページやってたんだ、ウェブの時代。そうですね。そうでホームページも、職場でホームページ担当にパソコン使ったことないのになっちゃったから、うんうんうん、練習でじゃあ自分のホームページ作ってみようっつって始めてって感じですね。で村岡さんから相互リンクもらって、ね、で行ってみたら、うん、あえメガバスの人なんだとか当時ですね、うんうん、見ててでいろいろ見てたら、あプロの人。当時はだから最初にお会いした時も言ったけど、プロってあんまりいいイメージなくて、うんうん、そうなんでへーぐらいだったんですけど、でフィーも始めるってなって、でその全身のスワンですよ、うんうんうん、なんか怪しげなこと始めやがったと思って、で参加してないと文句もきっと言えないだろうしとか、どんなことやるのかは見たいなっていうので見てたら、うんうん、あ面白そうっていうので、そっからですよね、徐々に徐々に勝手に自分の中でこう、なるほどね、村岡さんってこういう人なんだとか思って、ちょっとイメージしてたプロとかとは違うなっていう部分で、うん、どんな悪いイメージを持ってたの？プロプロアンいやもうプロっていうと、まあ、嘘ばっかみたいな、嘘ばっかというよりかはもう手下に場所取らせて後から登場みたいなのところから始まる、いるいるそうで、そういうのを聞いてたりとか、うん、まあ実際そういう現場に遭遇したりとかっていうのもあり、うん、あ、ね、嫌な気分、まあそんなもんだろうっていうのが、それもあるよ。ある程度有名になってから、うん、あるポイント行ったら、はい、誰もいないんで釣りしたら車から出てきて、はい、すいませんこの後なんとかさんがロケやるんで遠慮してもらえますかって言って、ま、と思ったのにあるよそれいいけど、なんか俺もっと有名なんないとまあね、やっぱ釣り人いっぱいいるからね、必ずしも全が全知ってる人いないじゃん、うん、村越正海さんと村田はじめさんぐらいでしょ、全ての釣り人が大体ああの人って分かんの。まあルアーやってる人だったら ね分かるかもしれないですもんね、うん、俺一回夢の島でメガバスと契約してすぐぐらいの時に、はい、おじいちゃんに声かけられて、はい、でちょうど俺がランディングして逃がした後、今どれぐらいだったって言ったら70ぐらいでしたって、うん、この辺に村岡ってやつがよく出没するんだよって、ああそうなんですかって面白い話聞けそうだなと思って村岡っているんですねって言ってたら、はい、そいつはねいつもめあ 俺が八丸で釣ったって言ったんだ、うん、そしたらその八丸でピンときたみたいで、なんか村岡ってやつがよく八丸で釣ってんだけど、あれは全部ラッパラなんだよとかマジですかみたいな、そういうのをなんか直接誹謗中傷を受けたこと捏造してるとでもまあラパラも散々釣ってたからイメージはあったのかもしれないけど、メガバスと契約してからはねやっぱメガバスオンリーになるじゃん。もうそう、それはでもよくあれですよね、タックルボックスの中がどういうルアー入れてるのか見てみたいって言われた時に、うんうん、今の僕だったらもうメガバスしか入ってないんですよ、うんうん、でメガバスしか入れてないんですねってみんなやっぱ言うんで、うんうん、ここにローリングベイト1個あったら生々しくないって嫌でしょって、全てがなんかその1個で信じられなくならないって、すごい素晴らしいルアー他社もいっぱいあるし、うん、このルアーあったらもっと相模川釣れるだろうみたいなも状況にあるじゃないですか、うんうん、でもやっぱ入れないようにしてます。なるほどね、見た人がやっぱりえって思われたくもないし、それも大事だね、まあ、それで自分の実力とかね、うん、ルアーの使える力が増えるからね、うん、一つのルアーでガーッ一つのルアーでできる範囲がさ広がった方が便利だもんね。そうですね、俺は逆にねローリングベイトでもなんで必要なら持ってっちゃう人で、うん、あ でもそこで嘘つかずローリングベイトで釣れたとか、うん、久保田で釣れましたってそうだから持ってくときは持ってくんですよ、やっぱいろいろ買ってみるんで、うんうん、ただパッケージ開けずに行って、大体そういうときって人と一緒に行ってもう泳ぎを見たからあげるっつってあげちゃいますね。ちょっとランカーシーバスを狙うって観点で言うとね、ここ出なさそうなんだよな。ちょっとあと3頭ほどして、そうですね、3頭でランカー出すと思ってちょっとやってみてください、フロアチョイスから
あー乗んなかった。当たった。当たりました。泣きの2頭。今まあ何にもしない方がいいかもしれない。リトリーブやめてたら食ってきた。釣り人って余計なことしすぎてるのかもしれないです。そうなんだよな。投げてこれ。何釣りしてるの。ずーっとずーっと待ってるだけで。ハゼ釣りしてるみたいな。まあでも流す釣りってこうだよね。うん、ダメだ。だんだん。だんだん2人の釣りが面白くなって置き座をしてたらラーメン食ってる暇がないぐらい釣れたかもしれない。本当だな。さっきも糸絡みした瞬間食ったしな。フリーフォールだね。そういう時は何食ってんだろうね。ねえ、なんとかパターンって名前をつけるけど本当にそれ食ってるかどうかって分かんないですもん ね。もう最近やっぱ夏の海水温が変わっちゃったんで、うん、釣れにくくなったんですけど、相模湾って真夏にイカパターンって言われるパターンがあったんですよ、うんうん、でスジイカっていう深海性のイカが接岸して、おっ、さあさあさあ、うん、元気。あー抜けた。かかりが浅いな今の抜け方は。まあ、外側に薄くかかってたんだな。針伸びてないで、なんかこれ汗も入ってたしね。当たるんだけどな。また泣きの2頭。泣きの最後の1頭でかかるね。惜しくった。お、すごい。あ、ちっちゃいちっちゃいちっちゃい。これは、あ、取れた取れた。これは40センチぐらい。スネコンですか。スネコンです。スネコンすごいな。スネコンはもう使う人次第。本当にね、うん、面白いルアーになったよね。本当、池江さんの流し釣りってあるじゃん、手長エビ流したり、はいはい、あれやってる人は上手だと思うんだよね、スネコン。あ、要は引いて水受けして泳がすってよりは、うん、もうこうなんて多分流していく感じ、受け止めながらずっとこう、うん、2B のガン玉1個打った手長エビを深瀬で流していくような釣り。それができる人はスネコンをと使えるって。惜しくった。今流れ走り出したから試合始まるかも。はい、じゃあ、ありがとうございます。俺がバラしてばっかりなんですいません、不甲斐なくて。いや、あれなんじゃないですか、気を使ってこう外してくれてるとか。そうなんです。忖度で外してます。嘘外れちゃうときは外れ。あ、これいいですね。魚もおとなしくなるし、すごいなこのシステム。うん、いや、ボートシーバス、やっぱ職業でやられてる方もこれはパクった方がいいんじゃないですか。この、ね、2点セットで今度マサッチチャンネルで1セット1万円で売るんで。嘘いいね。あ、でもお腹真っ白ですごい綺麗。うん、痩せてるけれども魚体は綺麗。基本的にでもね、このサイズでどうなんですかね、卵持ってたりするんですかね。うん、多分卵入ってるけど。あ、よいしょ、お願いします。よっ、イエイえい、日本目。さっきはちょっとやっぱグッとくるものがあったけど、今のサイズだったらイエイで終わるな。ランカーですね。釣らないと。でも流れ本当に走り出しましたね。急にね、走り出して、お、この流れ移動しなくてよかったかもと思った瞬間食ったね。カゲロウ MD です。もうほとんど釣りを一緒にしたことがないので、フィッシングショーとかで会えばお話しするとかで、でもやっぱその中で会う機会も多いっていうのもあるんですけど、やっぱ村岡さん、大野さん、レッドさんとかはやっぱ僕の中ではちょっと格上の尊敬の念がやっぱあり、尊敬されてる。なんだろう、おどうすりゃいい、俺いいサイズ。これはバラしたくない。俺のラインが多分ない。あー、外れた。ごめん、なんか今日、いや、てかサイカナがそんなに大きくないんだよな。全部ピョロンって取れちゃうの。ちょっとずつ針が。もう一回さっきの話から、尊敬。そうそう、もう一回カナオの質問から。仲悪い人はいい、てかそんなに業界に深く関わったりとかもしてないし、時々ありますよ。あったじゃん。それを触れないようにしてんのに。フレッシュにあるじゃん。フレッシュにありましたよ。フレッシュに。そう、いや、ちょうどフィーモの取材で行ってて、新人カメラマンが研修でついてきてたんです。だから3人体制でウェディングしてたらガイド連れてたじゃないかって言われて、そう、燃えてはいないと思うんだけどな。まあでもそんなもんっすね。まあそれに関わるセトラという感じで、煽っておいてだんまり始めましたよね。板挟み。
まあでも仲が悪くなるほど他の人とだから絡んだ経験がないんですよ、うん、絡まないから基本ね、なんかお互いよく知らなくて、で表面だけ見てるから結構誤解が生まれやすくて、お互いに、うん、でそこから揉め事が始まったりするケースは結構多いかな。毎年どこどこでこうなるとか、毎年春と秋1回ずつやってるような感じはあるかな。だけど、まあ、そこでもう犬猿の仲になっちゃうケースも多いし、俺もね過去 4,5 回そういうのに巻き込まれて、てか自分が当事者になったりしたけど、基本自分は乗っ込んでいくタイプなんで、話したらむしろ仲良くなって友達になったみたいなケースが多いかな。それぐらいね、逆に言えばぶつかるだけパワーある同士なんで、一回顔突き合わせて話しちゃうと意外と、なんだ俺君のこと誤解してたよみたいな感じで仲良くなれて、俺は誤解してないけどねみたいなそういうのが多かったな、若い時は。今は本当に平和に何にもないな。おお。よし、食った。あ、いいサイズかもしれない。よしよし。あ、ランカーで、さあ、ランカー出るかな。いや、でもちょっといいサイズの気がする。おお。お。いきました。おお。いけ。よっしゃー、よし。でもない、多分ないっすね78、7。太ったの出てきたね。いいサイズだけど、ポロリンとしててでかいけど、でかいけどランカーあるかと言われるとない。73ぐらいだね。あー、でもいい魚、重い、体型が変わりましたね。おお、太い、いい魚。さっきの方がサイズはあったんですけどね。やったー。あ、なんか素敵な表現ですね次は取材の時に俺使おういいサイズ、いいサイズ。はい、はい、リリース、ありがとうございます。リリースします。あ、大丈夫だ、よし。73、3、あと7センチ。そろそろ出そうですね。そろそろ出そうだね。ここは今が地合いだな。カゲロはどっち？カゲロノーマルの方です。ノーマル、やっぱ上で、ダウンクロスの投げて早巻き気味ですね。お得意の、はい、でちょうどその辺がさっき届かなかったけど、ね、よれができてるんで、そこ通したらそこの中でした、うん、お、どうだ。さあ今度は暴れんなよ。よしよしよし、まずまずサイズやっぱ久保田さんと同じところで食ったね。慎重に行きましょう。慎重に。いいサイズですか？お、うおー、楽しいな。上がった時に。おー、いいサイズ。よしよし。うおー、一つ外れた、一つ外れた。一つ外れたよ。やばい、めちゃくちゃ泳ぎ回る。あ、次浮いた時お願いします。はい。はい、よっしゃー。あー、ずるずるずる。危ない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 。このまま落ちちゃえば面白かったのに今のは、うどん、もう今のは俺ファインプレー、今のは俺ファインプレーこれは多分ね、チャリさんとか工藤さんじゃ救えなかった魚ですよ俺だから救えた。さあ今日1ですが、俺も72だね。今日2だ。太いな。いい魚、いい魚っすね。いいね、秋のね、この太いコロッとしたのね、たまんないね。ありがとうございました、作っていただいて写真を撮りましょう。多分バランス的に全部出てたよ。何で支えてたの70オーバー。えいえい、楽しい。はい、行きます。あ、目が綺麗そう、目が綺麗。あ、覚えた単語をすぐ使う、いい表現。元気だね。バイバイ。よいしょ。いやいやいや、楽しいな。このサイズが釣れれば。この流れの中だから相当重いですよ ね。いや、今マサチチャンネルの100万再生のチャンスだったのにな。久保田さん落水みたいな。落水で船ここだからずっと流れて昔の釣り番組はそういうの普通に出てたんですよ。越前屋ひょうたさん磯釣りして普通にやるんですけど、最後いかがでしょうかっていう話の時にはなんかタキシード来てるんですよ。でこう喋りながら最後磯にとパーンと落ちて、海の中からまた来週って、そういう笑いがまだ許されてた時代ですよね。その時代だったら飛び込んでも楽しかったかもしれない。お、ボラコン、ボラコン、
上で出てきそうなね気がして、それはすごいっすよね。ランカー釣りたいね。ランカーね、運んでいきます。ああ、くくんだ。あの夜通過するとき来るね。縦に並んで10匹ぐらい泳いでるイメージがあるね。20m。おライズ？ライズです。水面の何かを捕食しましたね。今ヨレに突入するとこっす。来い来いとか言ってると食わないですよね。そうなんです。だいぶ2人から殺気が出始める。そうそう、こう右手を何か喋ってこうジェスチャーのために話してるぐらいじゃないと、うん、マジになると食わない。ああ、なんでか鈴木は。そうだね、餌釣りなんかは基本巻いてる釣りじゃないから普通に集中してても食うしな。 GT もよそ見してる方が食うね。自分で一生懸命動かしてる時より他の人ボーって見てる時の方がゴーンって出てあれは手首骨折したんじゃないかってぐらいびっくりする。 GT が見てない時食うとシーバスのゴンじゃ済まないからね。あれ早い、もうボラコンじゃダメだダメだ。あ、バイトした。あ、違った、ボラコンだ。俺が引っかけちゃった。初お祭りでございます。初めての2人の共同作業ございます。幸せになかなか全然違うとこ落ちたルアーがさ、やって一緒に並んで帰ってくるってなかなかないことでしょ。そうですね。でも大体こう粘りたいところ一緒だから最終的のね見えてる線が近似してるから。いやー、ボラコンきつい。食わせどこで流れを受けすぎてる。この城の数が MMC 調べですが7600万匹いるんですよ。 MMC というのは村岡正則チャンネルですMMC 調べって。なるほど。7600万尾いるんで、それに対して鈴木はそんなにいないんで、どうルアーで目立つか。やっぱ大きい方がいいかな。さっきボフってやってましたよね。ボフってやってたし、走りながらこうライトで照らしたら思いっきりいたよ。でかいのがドーンってあー当たんないな。よし、これでいきます。今ね、同じ八海山。八海山なんだかよく分かんなくなってさっきいただいたやつです。久保田さん1号5か。そうっす。一瞬今達郎が村岡さんゼッパーとかなんで使わないんですかって怒ってそうなイメージが一瞬言ったんでブルーブルーのルアーにします。ゼッパー140で。これぐらいの大きさのこの城だといいんですけどね。なんか相模湾に入ってくるこの城ってクソでかいんですよ。ああ、もうこんなんなんですよ。30平気で超えてきちゃって。それでもついてるの鈴木は。でもやっぱそれについて入ってきて、それを食ってるんだかどうかは分からないんですけどね、うんうん、でも相模湾やっててそういう時にでかいの釣れる時のパターンが、うんうん、カゲロ100だったりとか、なんかちっちゃいもんに反応してみたいな。めったに入っては来ないんですけどね。早泳ぎがこの城。よくシーバスこんなん食えますね。そうだね。だからなかなか食えなくてルアーみたいにね、明らかにおかしくなってるやつを食うんだろうね。うわー、すげえ。うわー、すごい。半端ねえ。この間に数えてます、何匹いるか。なるほど。バババババ。さすが MMC。 お、入ってきた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 。でかっ。あ、でもでかほら、ちょうどちょうどいいサイズやん。よっ、すいません、魚臭くしちゃった。よいしょ、ほら、飛び込んできた。すげえ。ゼッパー頼むぞ。今度ここでボディーボードするっていう罰ゲームとかやってみたいな。船から顔出してるだけでも罰ゲーム。転倒した時に下手するとなんか口の中に入ってそうだ、ね、エラが引っかかって出てこないとか。水よりこの城の方が多い、うん、ただここもね釣れないわけじゃないんだけど、この城の方が多すぎて、うん、よく言うじゃん、この城の群れのさ、はい、端っこ通すとか下通すとかさ、うんうん、端っこないっすね。もう全部だな、全部。今年は例年はね、もう少しまだら、明らかについてるラインがあって、そこに流していくと出るって感じだけど、うん、合図ないもんね、あんまり。そうっすね。なんかピチピチ音するんで、一匹どこかに入ってないですかね、この城が。あ、いた。ピチピチの正体がいた。そこに魚つかみがあるんで。はい。すいません、ちょっとお願いします。そのままペロッと食べてください。はい。よかったな、気づいてもらえて。うん。
ボラもびっくりでしょうね。もう体ムズムズして跳ねたいんだけど途中でなんかいっぱいぶつかるみたいな。ボラのジャンプは体ムズムズ派？いやなんかまあ今ムズムズって言ったのは首鳴らしたいとかああいう系のあちょっと飛びてえなみたいなボラがボラがなんかむしゃくしゃすんなみたいな。むしゃくしゃすんなもそうだし背骨鳴らしたい時みたいなあの感覚だと思うんですよね。やつら飛びたくなるとあーみたいな。ちょっと飛んでいいってかな。なんでボラが飛んでるか考えたことある？まだね解明されてないの。昔なんか魚図鑑とかには寄生虫落とすためとかいろいろ出てましたよね。俺もそう読んだんでそれを唱えてたけど本当にそうなのかなって。多分あれ繰り返してると少し伸びて飛び魚になるんですよ、ね、見た目似てるじゃん。夜の赤ちょうちんでそう言ってるおっちゃんはよくいた鳥になりてえとかね。そう鳥になりたくて鳥になりてんだあいつらは。でも酒場でよく聞いたな。なんで飛ぶんだろうな。漁業価値がないから学者の人も全く調べないんでねボラは。カラスミとかねあるけどまあそんなにね生態を研究してってとこじゃないんだろうな。魚自体がのことが分かんないことの方がほとんどですもんね、うん、そうあとはだからよく魚が波動を感知して食いに来るのか、うんうんうん、目で見てなのかの話ですけどどうなんだろうなあれ。最近俺考えたのは明暗部でさ、はい、昔のナトリウム糖だとよく釣れたけど、うんうんうん、LED に変わった瞬間明らかに魚がつかなくなったって言って、うんはいはい、であれナトリウム糖ってずっとついてんだけど LED って点滅してんの。メーカーとか文献調べたら1秒間に100コマか120コマで点滅するして、うん、で人間の目はそれが120コマの点滅が分かんないんでずっとついてるように見えるんだよね。だけど続きがつかなくなるってことは120コマ以上で見えてんだろうなと思ったの。そうでしょうね。であとだからババババババってなってるから、うん、常時ついてるのと違ってなんか気が悪いんじゃないかなと思ったんだよね、うん、シラスウナギもやっぱり反応が変わるんですよ。シラスウナギ僕ね量としてやるんですけど、うん、そのナブラが始まってうわすごいな。うわすげえすげえ。でもここ絶対スズキいたよね。今落としてたじゃんすごい、うん、じゃあこの中から選んでもらえる気がしないんだよなでここで心折れるとまたさっきの上に行くよ。なるほどなるほど。で上はなんかやっぱランカー出る。でも結構ねあそこも8ジャッパー出てんだけどね、うん、やっぱこっちの方が出れば結構ランカーである可能性が高くて。今後はルアとかまだ出す予定があるの？そうですね、今ちょっとやってるのはあります。何やってんのそれはまだちょっとやっぱまだ言えない、ま、秘密なんだ。どうなんでしょうね。その辺がねメガバスは比較的緩いというかこっちが知らないうちに一般の人がしてたりとか、うん、X80 マグナムとかすげえ開発頑張ったのに、うん、俺が最初に発売したのはキャスティングの禁止症だったから店頭で出てる。あ出たんだみたいな。そうそんな毎回そんな感じです。嘘みたいな。とか言ってそういう発売の仕方だったな。めっちゃ怒ったけどそれはないっつって。今もメガバスそんな感じです。まあ実際ねあれぐらいでかい会社だともう物流と生産と広報で連動聞かないんだよね多分ね。でしょうね。であとは営業さんたちもみんな忙しいしで、うん、月1回の会議で出荷しましたって聞くから、うん、そこから連絡したりするからね。とは言ってもねやっぱりビビるよね。そう発売をお店でするから。発売になってたんだみたいな。そうそうそうそんな感じです。もう出たんだみたいな。何系のルアーを出すの？一応またリップレスの類ですよね。ハディエロ MD ときてまだリップレス。そうやっぱリップ系統はねメガバスがミノーがやっぱ主戦力なんで、うんうん、そこは勘弁してくださいって言われてるんで。あそうなんだ。なるほどね。そういう風に言うとミノーどうですかとかから言われても困っちゃうんですけど、うんうん、これを取ってる間にバフって期待してると出ないですよね邪念が。そう思っちゃダメ。思っちゃダメ邪念親じめそうあの取材で、うん、利根川の上流域行った時に、うんうん、あもうダメだって、41本で終わりだっつってラスト1頭じゃあこれで締めますっつって手元じゃ最後寄りますねって言ってたらそのラスト1頭で食ったんですよ。人生初のこのラスト1頭での取材中のヒットで、うん、そっから取材行くたんびにラスト1頭っつってもうあの頃の純粋な気持ちでは負けないラストじゃないラスト1頭ね。そう中山さんももう1本いっとくとか言ってダメだなその1本で釣れるんだったらもっと楽に釣れるよねって。そうだよね。よしダメだ移動しましょうっつって巻いた瞬間食うもんね本当に面白い勝手にナブラがああ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 すごいことになってた
花尾さんから早く釣れよオーラがすげえ。うん。頑張ろう。頑張ろう。食べる？美味しそうだけどね。筋目にしたりしてね。やっぱ皮に入るとこの白もやっぱ味が落ちるんですかね。そうか、このこの白食ってるさ、タチオとかサワラまで美味しくなくなっちゃうもんね。へえ。なんか東京湾の味になっちゃうの。大学の時田子の浦の鈴木を釣って、もう本当お金がないんで食うって言って持って帰ったんですよね、うん、やめとけって言うんだけど持って帰って、うん、ランカー7本持って帰って、うん、いや全部俺が持って帰るからとか友達言ってたんですけど、油で揚げてタルタルソースかけても口に入れられなかったんですよ。いるんで、みんなが共通するね、やつっていう名前の匂いがあるんだ。そう、やつがいるっつって牛乳つけたりね、いろいろいるんで、ね、そうなんですよ。で取れない、でいろいろやるとね、最初の3口ぐらい美味しいんだよね。あ、いけたかもって思った後、ふわっと口の中にやつがやってきて、水カビの類だと思うんだけどな。カビの周期は生き地って、もう 0.00002 ぐらいのピコグラムでも人間の鼻感じちゃうんだよね。だから極微量でも、あ、この辺チャンス、この辺は出そう。このこの城のね、警戒ぶりは鈴木がいる証拠だけど、7600万分の2。ここにさ、オキアミブロックとか浮かべたらどうなるんだろう。突っ込んでくるんすかね。食うかな。今度やってみようかな。ここにこんだけいんだから、上流でね、ウェディングした時に、うんうん、オキアミブロックでこう腰にさ、たくさんつけてさ、うん、ずっと振ってたらこの城が入ってこない。俺相模川で昔ですけど、やっぱオキアミを毎日そこに仕掛けてベイトを集めようとしたんですよ、うんうんうん、あんまなんかでもちょっと増えた気はするんだけど、鈴木には繋がらなかったですね。すでにやってんだ、さすがだな。うん、あとはこれは知り合いが最初やって僕も試したんですけど、うんうん、湘南ってやっぱ釣れないっていう、うんうん、言われてる中で、やっぱ群れで回ってるのか子で回ってるのかで、ルアーだけだとわからないからっつって餌つけてずっと砂浜にロッドスタンドで立ててっつって言うと、やっぱ群れで回ってるみたいで、当たるとパタパタパタってやっぱ当たるんですよね、群れの通過で。だから規模はちっちゃいけれども、やっぱ群れで砂浜に回ってるんだって。美味しそうだけどな。釣るたんびに食べてみようかなって思うけど、3回ぐらい食べたことあるんだけど、やっぱり美味しくなかったから。相模湾のは結構みんな持って帰ってますね、まあ、川の中じゃないですけどね、うん、ただもうこの先に海釣り公園があって、ここと同じ魚が釣れてるけど、みんな持ち帰って食べてるじゃん。でも臭くて食えないって声も聞かないんで、なんだろう、まあ俺がうるさすぎるのかもしんないけど、収支鑑定士、実際同じ魚分けてもさ、うん、うわー美味しくなかったなと思って、大丈夫でしたみたいな感じで恐る恐る聞くと、いや美味しくてありがとうねみたいな時も結構あるんで、なんかやつを気にするかしないかあるよね。そうですね、わかんない、それはわかんないじゃん実際うわこんな食えたもんじゃねえわって言っても すぐにトイレに流す、あんなまずいのとは言えないですよね、持ってくんなとは言わないからいやありがとうねって言ってくれてるのかもしんないし、そこはなんかわかんないな。本当に釣り人同士の方が美味しかった美味しくなかったって次のためにちゃんと情報交換するよね、うん、村岡さんの周りの釣り人、イクラ職人とかね、料理に燃えてるおっさんとかいっぱいいるからな塩でハム作るとかなかなかだよね、うん、楽しかったでしょ、この城いっぱい見るツアー。見るツアー楽しいっすね1時間を棒に振ったけど、船と並走するこの城って初めて見たんで本当ね、うん、ドルフィンツアー並みにちょっとびっくりこの時期限定の7600万って言われたらなんか納得でしょ、1時間いたら納得、嘘言ってないなみたいなすごいよ、納得だけどちょっとね、ランカーシーバス釣んなきゃですよ。釣れる時は今の釣りであっさり3本とか4本、あ4本中2本が8条バーとか、そういう釣りなんだけど、ゼロのゼロでしたね。うん、ゼロのゼロだったな初めてゼロだったな。すげえな俺取材運のなさにも程がある。この秋初めてゼロだった。よし、食った。よし、おおお、あーどっち、どうだ、ちょっとでもいいサイズ、いいサイズ、音は良かった、音はいいサイズ、音は良かった。久保田、久保田、久保田、おお、首でかい、頭でかい、頭でかい、頭でかい、おお、頭でかい、頭でかい、いったかも、これいったかもしれない。しかも縦具合、縦具合、縦具合、ちょっとこれなんか針がしっかり刺さってんだか刺さってないんだかが分かんない。刺さってないから分かんないね、多分つっかい棒になってるだけ、つっかい棒だけですね。これはでも行った。よっしゃーよっしゃー、行きました。これは行った。
出た出た、久保田行った、悲しい、むしろ90近いかも、でかやった出た出た出た、すごいな、ふっと、うわ幅がすごいな、90センチのアイリスオーユーヤマギリギリだから、うん、80後半いってるね、うわいい対抗、もんけなし、よいしょ、86、56ですね、85、出ました、ありがとうございます、ランカー取れた、ランカーシーバスカゲロウの MD です、いきます、はい、よいしょよっ、もう決まった、よいしょ、移動大正解、移動大正解、ついてすぐでしたねいや船でも嬉しいっすよ、やっぱねえねえ、85はね、よいしょ、いいですか、いいね、太いね、太鼓半端な、幅もすごいっすよあすごいな、じゃあ離しますよ、おーすげーかっこいい、 やったー、今日僕3本ですね、うん、そうですね、全部70超えてましたね、カゲロウの実力ですね、いや、やった、いやでもやっぱこういう豊かなフィールドに連れてきてもらったからこそ、 そうパターンがねやっぱ分かってればそこ信じて投げてるだけなんでね、アングラーとしては半分は船長の魚って言いますからね、そうそう、だからやっぱこここのパターンを探求する方がやっぱり ね、よっぽど大変、いやすごい、あの地形いやでもちょっと映しちゃダメよ、あの地形すごくない、うん、すごいあのラインに、うん、あの魚が並んでるっていう、そうだからあのラインを通すための船の立て方もやっぱまた難しいでしょうし、ね、うん、距離感とかも、そうです、いやでもすごい、だってもうヒットした瞬間に首振ってて、あ行ったなっていう久々の重み重みでもう首振ってて、ね、さすがですね、いや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 、85センチランカー出た、はい、よかった、じゃあ試合真っ只中ですが撮影の方はねこの辺で終わりたいと思います、はい、クボサーズ活躍して、はい、来年またぜひぜひ来てください、はい、ランカー狙いにした企画、そうですね、マサッチチャンネルイン相模川もお待ちしてますんで、あ辛そう本当にもうカメラマンが一番辛いと思いますね、じゃあ男性カメラマンを立てて、そうですね、イン相模川やりますか、じゃあそういうことで、ご視聴ありがとうございました。なんか釣ったぞ。イエーイ。